天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんは。朝さゆ飲んだよ。おー、竹内です。えらい、私今日飲んでないわ。マスミです。これさあ、そうやな、今日は朝お急ぎでしたもんね。朝ちょっとね、マジで竹内さん、いつもね、おはようのお企画っていうね、はいはい、お企画人、お企画人ラインね、はい、必ずあの、ま、おはよう。そう、どんな仕事でもね、はい、その家出る30分前にやってるんですけど、それでマジで起きた、うん、あ、そういうことか。危ない。はい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 、なるほど。だからマスミちゃんは私が起きる時間より多分早く起きたいですよね、うん、そうそう、ちょっとだけ早く起きる。私は25分前に起きたらいけるんですよ、うん、正直。で、マスミちゃんはどうなんですか？35分、ね、40分前、まあ、30分あったらいけんねんけど。いけるけど、まあなんかその白湯を飲んだりとか、はい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 、前の日にお風呂入ってなかったら、はい、45分ぐらい欲しいな。入ってたら35分ぐらいでいい。なるほどなるほど、うん、なるほど。だからちょっと焦り目でね。そう、大焦りで今日は飲めへんかった。あなた行ったの、お白湯を。やっぱほんまに、起きなかったです。10分前に起きたんじゃなくて、うん、順番でいけるなってなりまして。順番？順番を工夫すや、なるほど。左右のための時間を設けなくてもいけるなってなりまして。朝の行動計画？はい。うん、私、まず、朝、飛び起きまして、うん、で、あれを、お風呂に速攻入るんですね、はい。お風呂に入りまして、で、風呂上がりに、うん、コップに水を入れてチンして、はい、でドライヤーしながら飲んで。なるほどな。それ何分チンしたん？1分。結構いけた。いや、そうやない、いけたいけた。いや、ぬるめやけど、うん、でもだからそんぐらいでガーって飲める感じだったけど、あ、ふうふうって全然いい、はい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 、ぐらいのちょっと厚め。その食堂通るはうーじゃなくてそう、焼け殺したら意味ないから。あ、そうか、うん、そう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 、あったかめで。いや、でもやっぱね、うん、いいですね。いや、いい習慣よ。いいしさ、うん、ほんで昨日驚愕やったんが、うん、チェリー大作戦のね、鎌田キテレツさんっていう先輩がいらっしゃるんですけど、鎌田キテちゃんね、お会いした時に、うん、どう見ても肌きれかったんよ。ほう、え、なんか輝いてるやんと。え、鎌田キテレツさんが輝いてんの内側から輝いてるやんと。で、肌のキメも絶対に前よりキメ細やかになってるし。確かになんか鎌田さん別にそんなに肌がブツブツとか、あ、そうですね、汚いイメージないねんけど。そもそも綺麗ですけど、なんかちょっとこう疲れが顔に出やすい感じのタイプではあるかな、うん、おじいちゃん気質というかね。肌白いから余計ね、え、そう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 、目立っちゃうねん。なんですけど、ほんまにあれおかしいってなって、うん、鎌田さん なんかやってますって言ったら、うん、いやーみたいな感じだって、まあちょっとダイエットはしてるけどな、うん、みたいな感じだって、さゆとか飲んでるんちゃいますって言ったら、うん、あ、さゆ飲んでるわ、うわ、さゆ効くやんじゃーってなって、結局さゆ正解なんかい。なんかほんまに毛穴とかも、うん、なんかこう なんていうの閉まる閉まる、うん、って言ってた。え、それ実感してんねや。いや、だからそのさゆとあんまり意識してやったったわけじゃないけど、さゆ飲むのとお酢飲むの、あ、だから内臓的にはマスミと一緒なんよ、やり口。ほなんで、しかもさ、鎌田さんは、うん、オートファジーっていう、はい、まあ私は20時以降食べへんだけで、はい、朝は早かろうが遅かろうが、はい、時間決めてないから。次第食べるけど、ね。そう。だから16時間開けてるとか決めてないけど、うんうんうん、鎌田さんは16時間開けるっていうのやってるもんね。え、今もやってはるの？やってる。あ、そうなんや。オートファジーがダイエットのベースでやってはんねん。だから、腸にずっとええんやん。しっかり休憩も取らしてるし、白湯も与えてるし。美ボディやん。いや、すごいよ。でも、全然違うんですよね、オーラが。やっぱり。肌が綺麗と。全然違う。はぁ、あ。もう、化粧とかしたいやろな。うん、うん、もう、乗せたいやろ、粉を。で、多分もう、綺麗になってきたら、もう、ほんまに、メンズ化粧品のさ、はい、化粧水とか乳液とか、ちゃんとやり出すで。こだわり出したら余計綺麗になる。でも、ほんまに、鎌田さんは男性だからしてなかったけど、うん、あの肌にファンで塗ったら、めっちゃノリええやろなって肌してたよ。あ、そう。うん。もうほんまにね、すごいです、やっぱり。だからただ単に外表面が綺麗やな、化粧してて綺麗やなっていう雰囲気じゃなくて。じゃなくて。中からの綺麗さなんや。内臓が整ったんだよ。これはすごい。ちょっとうんちとかちゃんと出てるかも聞きたいな。うんちとかもちゃんと出てるんじゃないかな。なうんちが溜まってるようではあんなね、内なる艶は出てけへんと思うのよ。はい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 。あれはすごい。でもほんまにさ、さゆってさ、うん、てきめんで、うん、私も腸は割と丈夫な方なんですけど、うんマジでほんますぐお腹動くな。え、今日の左右で？今日の左右で。やっぱ左右飲んでもうほんまに10分ぐらいしたらぐるぐるぐるって曲げ？これは曲げ花。
マゲンバナの花が満開といったところですか。そうです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 。何も食べてないのに、はい、もうガーって動く感じがあるのお腹が。すごいな。いやすごい。やっぱ海弁の人は余計てきめんやな。てきめんやと思います。だから逆にもう今うんこ行きたなったらあかんっていう状況では飲まへん方がいい。あなるほど。ぐらい、うん、そう。腸前動が活発になってな。活発になってまうからっていう。あでもやっぱお茶湯はせなあかんね。お茶湯ちょっと続けましょうね。蜂蜜とか入れてもいいんかな。あでもそういうのを調べたら蜂蜜とかレモンとか、うん、そういうのを入れて飲むっていう手法もありますという。もう飲みにくい人であったりとか。そうそうそう吸収もいいから別に、うんまあ、栄養あるものや蜂蜜とか。そうそうなんかさレモンとかはたまにさいい蜂蜜いただくやんか。あるあるある。でめっちゃ好きやな私も蜂蜜、うんうん、嬉しいねんけどその、うん、あんまり家で食パン焼いたりする習慣ないからさ。あなるほどね。パンに塗ってっていうのなくて、はい、ちょっと何個かあるわけ瓶が。はい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 。これちょっとどないしようかな。お母さんにまだ持って帰られてへん。持って帰られたってこの間ディフェンスした。ディフェンスしてこの山田養蜂場とかのさいただいたええやつ、うんうん、マヌカハニーとか。はい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 。やめて置いといて。蜂蜜好きやから。そう。もうあなたあれよ在庫チェックせなもん。分からへんわ。表作って、うん、ありますありますあります。棚卸しで。あとにまたチェックして、うん、あこれないやんか。エビがないやんか。エビがマヌカがエビが10あったとか5になってるやんかみたいなことになるからね。お年玉ないやんかって。お年玉のラーも作ってね。そうなんですよ。だからちょっとあでもいいと思いますよそれは。そういう歯に入れるのもありか。なあ特に夜とかも。うん、あ飲む場合はなんか余計良さそうですけど、はい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 、喉にもいいし絶対に。せやんな、うん、まあそう入れる量はな気付けなあかんやろけど、うんうんうん、それはやってみよう。ちょっとそうやね左右が、ね、私も昨日感動したんで蒲田来てるつさんで、うん、皆さんやりましょうね。ほんまやね、はい、健康習慣ほんま習慣づけやからな。そう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 。だからお酒もいいけどさ、はい、水を2リットル飲めみたいなこともあるやん。ああそういうの諸説ありますもんね。あれどうなんですか。いけますか2リットルって。2リットルはきついだ。さすがに。あなたあんま飲まへんもんね。私飲まへん。そんな飲まへん。で私もさ水なかったら不安なくせにさ、うん、ガブガブは飲まへんやん。あいちびちびな。いつなくなんの。ちびちび飲めばちびちびとみたいなあったよな。ちょっとだけ志村が歌ってましたよね。しみじみか。しみじみや。あそうか。まあちびちび飲んでるもんねあなたは。昆虫かな思うぐらい水減らへんもんね。ほんまに。のアッキーナが歌ってるじゃん。はいはいはい、アッキーナってあの人のこと呼ぶん。おらんねん。にしてんねん、お前。お便りが来ておりますので、見ます。全、は、財、い、ペロリストさんからでございますね。ええな。はい。全財ペロリスト。いいですよね。漢字がいいですよね。我々を文字リストやね。そう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 、ありがとう。恋の DM の話についてですが。はい今回の DM とは逆でお二人は長年の知り合い友達と思ってた方から映画や食事に誘われたことありますか、うん、僕は先月知り合って10年以上になるショップ店員さんに急に映画に誘われました。ほう。その方とは 1,2 ヶ月に1回お店でお邪魔しておしゃべりするような中で、うん、素敵な方やなと思いつつ自分からデートに誘うようなことはしたことはありません、うん、個人の LINE でたまにやり取りはあっても食事に行ったり遊びに行きませんかと誘われたこともありませんでした、うん、そんな中での映画のお誘いこれってデートのお誘いなんでしょうか。あまりにも突然すぎて楽しみではありつつどんな気持ちで行こうかそわそわ。はい完全に向こうはそういうねラブだと思いますよ。もう確定でいいですか。ラブ格じゃないですか。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。なんかアンサーが気になったけどでも、うん、それ以外のパターンが考えつかへんもんな。だってっていうかでもどういう関係性なんだろう。10年以上やな知り合ってるショップ店員さんってどういう感じ、うん、しかも LINE を交換してるってことは、ね、そこやねん。あなたはそういう方妙にいらっしゃらへんねんね。妙に返り詰めてるけど縁の王子妙にかいな。いら言わらんねんね。足を茂ってるだけ。あそう、うん、顔が割れていってるだけ。なんだ天王寺あいつめっちゃ来とんなって。声かけられたわこの間。かけられるやろ天王寺はな。ほんまに漫才劇場行ってます。あしかもさ あんまり私その基本的に自分の好きな系の服屋さんしか行かへんねんけど、うんうんうん、全然買わへん系の服屋さんにたまたま入ったんや。冷やかして入ったらめっちゃラブリーな服屋さんやったな、はい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 、そこで声かけられて最悪やった。いや最悪なことはないけれどもなんか買わへんし気まずいしなんかもうフリフリ系な感じの、はいはいはい、なんかちょっとだけ見てみようと思って。まあなそらそうですよ。見てみたらいい、ね、うわーってなって違うってなって違うのに逃げろ逃げろ逃げろってなりますそれ。じゃあいいですよ、そんな全財テロリストさんが。でも10年以上知り合いの方で、うん、今アプローチってなんかどういうすごいなどういう風の吹き回しや
なあ。っていうことですかね。うん。か、久々にお店に行って、あ、やっぱりいいかもってな、再認識して。うん。1、2ヶ月に1回やからな。ほんま、たまにやんな。マジで。そうやな。うん。あなたがナンバーパークスに行くぐらいの感じが。いや、まあ、パークスはもっと行ってませんけれどもね。もっと行かへんか。うん。半年に1回ぐらいやけど。そうやね。だからずっとその店員さんは気になってはいたけど、うん、っていうことかな。でも、まあ、例えば彼氏がいたとか、はいはい、なんやだからまあそのチョップ店員っていうからちょっとだけ自分に置き換えにくいけど、うん、美容師の人とかやったら置き換えやすいな。結構長年ご指名で行ってて、はいはいはい、まああち連絡先知ってる人とかもいてんのよ、美容師とか。その予約取られへん時 LINE くださったらあのやりますよ。なるほどなるほどなるほど。スケジュール厳しかったりしたら、はいはいはい、で LINE 知ってる人とかおるから、そういう結構その人私も長年付き合ってるというか、うんうんうん、知り合いやからその人から急にってことやんな、うん、ほなもう好き格やな、そんなん来たらやんな、恋してるってなるよ。じゃなかったらあかんよな。うん。でそれに応えるってことは、はい、フォーリンラブな感じになってもいいってことよね。まあそうだから、こっちも素敵な方だなという認識はあるので、うん、めっちゃええやん。そうね、なんかその長年顔見知りで、はい、なんとなく、ね、気になってて、その人のことも知ってて、うん、楽しいやつ。それ楽しいやん、すごいやんな。ねえ、これはまああのほんまに昨日喋った件とは全く逆の、幼なじみから告白されるみたいなこととかもええやろうけど、はい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 、まあ、そういうことやもんね。そういうこと、いやいいじゃないですか。楽しみに行っていいと思いますよ、前向きに。ちょっと経過報告また、うん、全財テロリスペロリストテロリス テロリストよろしくね。お待ちしてます。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？